で、す農業世帯続ききプレイしていきたいたどこ行くね思いますでえっと、前回、アイムね、その、弟が学校行ったまま、ゲームを終了してしまって、小学校途中で帰ってきちゃいました。なんで、なんか電話鳴ってるぞ。立ち退き違法な強制退去行為に関して、ザビエルに対し、 なんか、罰金がか、違法ななんもしてないけどね。え、なんでえ、前回何かしたかななんにもしてないけど。え何事でも一応、シャドウズさんたちいますけどね。えなんも悪いことしてないけどって。いや、謎だわ。てか、見て。兄のそばで勉強をする弟。愛らしくー ていうか、すごい埃り待ってる。ほら。ダストが待ってるわ、ダストが。お、ほら。えー、宿題し終わったらトイレして、一旦寝ましょう。兄上のね、体力がなかなか回復しないので、洗濯機も壊れてるので、ちょっと修理もしていきたいと思います。だいぶ体力回復したので、洗濯機の方を修理していただきましょう。 ゴミもね、溜まってるので、部品取り出してゴミも捨てて、えー、掃除機もかけていきたいと思います。なんか部屋がね、ゴミだらけみたいな感じになってるんで、ちょっと正直、正直ってな、掃除機を一旦かけて、寝ますか。ね、待って。こっそり読むとかありますよ。え、そんなのあるのちょっとやってみたいな、アイム。掃除機かけていただいて、 こっそり読むを選択してから眠りについていきたいなと思います。兄上もですね、こちらで掃除機をかけているんですけれども、なんかゴミが増えてるぞ。<laughs> ゴミ、ゴミが増えてるぞ。<laughs> 終わりましたね。はい、それでは眠りにつきましょうじゃないか。なんで、あ、こっそり読んでる読んでる。あ、すごーい。みんな、こっそり読んでます。かわいい。目悪くなるよ。まあでも。 目悪くなるな。その見方は目が悪くなるな。まあ、部屋の電気ついてるから、若干、どうなのいや、目悪くなるな。兄はまだ掃除機をかけております。いつ頃終わるんでしょうか一向に終わる気配がございません。一旦ね、掃除機をやめ、あ、あ、バグってただけだったのかななんか、なくなった。周りのやつが。そうですね、えっ、ー、と、ポケットの、なんか、 ああ、そっか。今、あれなのか。えー、っと、洗濯機に、完璧な仕上がり、乾いてない。洗ってない、乾いてる。待て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 、ちょっと待ってと。洗濯物を取っておいて、洗ってないものとね、一緒にしてもあれなので、 で、えー、っと、完璧な仕上がりの方を、えーと、この乾燥機の方に移して、そうですね。えー、か、洗濯物を乾かして、えー、ポケットなんか探って、えー、洗濯機に入れて、洗濯機に入れて、えー、部屋中の、ね、洗濯物を洗濯機に入れていきましょう。 弟の部屋のも洗濯機に入れましょう。え、そこから、ええー、とですね、洗濯物を洗うを洗濯していきましょう。もうケーキしか作らんやん。<laughs> ほんで何を植えようとしてんのずっとなんか、ここは、ビーンが目を出せませんって警告のポップ出てるけど。もう一人はどこで何をしているんだいしかもめっちゃ浮いてるけど。 びっくりした、今。えーっとですね、ツリーハウスをどうしてもね、アップデートしてあげたくて、うーん、弟のために、授業の宿題そっちのけで、どうしてもツリーハウスをアップデートしてあげたいと、いうことで、えー、ツリーハウスをアップデートしていきたいと、思います。 おー、なんか、ハウス。えっと。ツリーハウスで遊ぶことできるのかなお兄ちゃんがさ、あ、できるんや。アップデートしてくれてる中、遊ぶことができるようです。入って。いや、寝に行くんかい、てやん。おねんねしたらいいやん、ここで。 あのね待ってね。えー、っとね、ここで寝るってできると思うんですよ。ハウスの中で。全然ハウスの中で寝ていただいて。なんか多分ね、ベッドの中今ね、いるのよ。怪物が。え、ベッド呼び寄せられるんや。でもこんなとこ呼び寄せたところでよね。え、そこから上がれるのうわー。そう、子供はね、 滑り台を逆から登るっていう遊び方もするもんね。リアルだわー。おやすみ。モンスターがね、ベッドの下に現れたので、と今寝ることがね、できない。できるーできたワイムの声でかいかな大丈夫やばい。色い々ろいろと家出されそうな気配がし <laughs> ております。 やばい。住人がまた反乱を起こし始めましたよ。皆さん。どうしましょうか。いや、反乱そんな起こされてもよ。今ね、ちょっと弟のために兄上は必死なんだって。出てけえへんの書いて。だってほら見て。ほら。反乱が出てる。あ、ええー、椅子に座れるんだ。知らなかった。 そこで寝るのと、あとね、家賃を払わなきゃいけなくて、ちょっと家賃の方をね、払っていきたいなと思います。DVD も返却しないといけないですね。えっ、ー、と、郵便物もし分けると。あ、郵便物さ、ああちょ、誰がなくなるの魂の収集人誰がなくなったの <ス>あ、やばい。兄が力尽きた。真っ赤っかよ、体力が。え、そしたらですね、ポストの方をアップ、アップされすぎた。あれフォアレント用のポスト。あ、ありますね。えこれ。ここに。こういう感じで置きますか。まあ、これでいいか。で、えっ、ー、と、色は、 緑で行きましょう。見て、こんな、うわ、マンションのポストみたいなのがある。先客請求書払って、で、えー、っと、あ、なんかトイレ行きたい足元になってる。 トイレも行っていただきましょう。はい。おトイレもね。行って。いいですね。そしてこの死神さんはどうしたんだい何待ちなんだろうか。ちょっとさ、ベッドがあまりにも寝心地が悪すぎるのか。これ多分ね。4とかだったはず、体力回復が。このベッドを売って、 これ、ちょっと待って。どれだあ、6だ一応体力6回復するんだ。あ、じゃあこっちのがいいな。なかなかね、か、回復しないよ。食べ物ですよね、あと。なんかさ、牛乳的なの、ないかなあ、なんか飲み物とかある。お湯とか、カップヌードルとか。あ、電子レンジでお湯作れるの。え、 すごすごえ、電子レンジ置こうかな気になるよ、アイムは。気になるよね、みんな。この辺に電子レンジ置こうかなここ。緑。こうだな。え、お湯、お湯ちょっとちん、あ、なんか増えた <laughs> 増えたなぁ。お湯気になるんだよ、アイムは。えーカップヌードル、インスタントラーメンとカップヌードルってどう違うのえ、お湯どこ行ったんほんで。 お湯はほんでどこ行ったんやって。あいも、お湯、お湯、<laughs> ま、いっか。そういえばさ、誕生日なのよ、もう今日が。ほら。なんで、えっ、ー、と、ろうそくを立てて、もう、ティーンエイジャーになっちゃいましょう。もう、兄上はよくやってくれたと思う、滑り台つけて、ね。もう、 眠眠ながらよく弟のためにやってくれたということで、このね、あのー、住人さんが作ってくれたこのケーキにろうそくを立てて一人誕生日をしていきたいなと思います。兄も呼ぶか。うん、こっちの方が痛むまで13時間、こっち。で、えー、おい、お願い事をしていきましょう。 仲良しくんどこ行くねえ見届ける兄。ーおー大きなったでーザビエルが。何になることごめん、ドラッグってあんねんけど。これあれ。まだみんなにもっと紹介してないやつをずっとここに置いてあるっていう。で、えー、っと、えー、何しようかなー ええー、幸運。えー、どうしよう。弟が五つ星の不動産オーナーになりたがりますか <laughs> えー、ほんで、えー、っと、思いやり、思いやりがあって人の気持ちに共感することができ忍耐強い。このタイプのシムは自分の時間とお金を人助けのために使うことに幸せを感じます。これでいきましょう。待って。 イケメンやん。ちょっと弟の部屋をパパッと大改造していきたいなと思います。 はい、こんな感じでですね、弟の部屋を改造いたしました。まあ、こっち側のスペース結構空いちゃったんですけど、まあ、そのうちおいおい何かこう設置していこうかなと思います。はい、皆さんどうでしょうかそこで食べるんかーいって座って食べないのこんな感じでですね、弟の方も見た目を変えさせていただきました。肌の色は、肌肌のえスキンのやつは、 なんだ肌のスキンのやつあって。<laughs> 兄が使ってるスキンと同じスキンを使用したんですけれども。まあ、なんか、でも兄弟似てるところはありますね。不思議やん。兄こんな感じ。弟こんな感じ。ああ、でも似てるところ、ちゃんとしっかりあるな。はい。ということでですね。今回はキリがいいので、ここまでにしたいなと思います。次回の動画をお楽しみに。 最後までご視聴ありがとうございました。どこ行くねんこの動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタンぜひお願いいたします。また見てねバイバーイソロワンなて